先週の金曜、2020年度プロテストが終了。激震女子は全員不合格。合格率 3.3% の現実がそこにあった。だが、後ろを向いている暇はない。今年度のプロテスト第一次予選が来月8月から始まるのだ。激震女子たちも次のプロテストに向けてそれぞれの課題に向き合っていた。ちょっとゴルフから離れたりしました？ちょっと練習には行かなかったし、うん、クラブを握らなかったです。終わって、うん、日ぐらいだ、3日4日ぐらい。なんか調子が悪かったわけじゃないから、うん、なんであんなになっちゃったんやろって練習してても思う気がして、クラブを握らないで考えました、うん、一次予選終了直後、グリーンをなかなか捉えられずスコアを落としたと話していた相澤だったが、うん、ナイスオン。2、3、4のキャリーが伸びてることに気づいてなかった。ピンがセンターとか奥やった時に、うんうん、グリーンの手前にさえ落とせば、うん、グリーン内にまとまるかなっていう計算で自分の中で打ってたのが、うん、なんか全部奥に入れちゃったことが多くて、ピンチマークつかないから、うん、グリーン硬くてピッチマークがつかなかったんですね、はい、今はだからそのまだ全然完璧に把握はできてないんですけど、うん、距離の把握をコースで打ってます。コースに出て深く読みましたね、うん、ここです。ここ多分あの合わしてるのに立ってから、うん、もっとだなって思っちゃいます。うん、それテストの時に言ってましたね。治らず、うん、自分の読んだラインを信じきれず深めに打ってしまうという田辺。さらにパターの構え方にも気になる点が。はい、田辺さん、ちなみにボールのラインとそのパターのライン、はい、黒いのはわざと合わせてないですか？最初合ってないですよね、うん、先で構えてるってことですよね。ちょっとボールこっちありました。そうですよね、うん、そうなんですよ。別にわざとってわけではなく、ね、不自然に癖？はい、癖です。うん、なるべく合わせたいんです。うん、こうですよね。こう見ると分かってるんです。後ろから見るとちょっとやっぱずれてるんですよ。これ見えます？今も？うん、ほらもっと？そう、うん、そこ、それ出たかも。でも気持ち悪いです。これで多分打ったらどうにかなるし。ほら、ヒールに当たるんですよ。あ、何なんでしょうね。多分、機動的にあるんだと思う。
から多分、まあ、別に最初からまっすぐにすることが、うん、なんか正しいとは思うなって思うけど、さすがにずれすぎです自分は。多分ナイス。今ラインはほぼほぼ合ってました。あのいなんていうの、一番最初に見た時より、うん、そういう人から言われるのをちょっとずつ入れてって自分の。そしてもう一人、次のプロテストに向けて練習に取り組む新たな激震女子の姿が。鹿児島県出身、21歳、皆吉飛鳥。テストが終わってから練習は結構してます？結構してますね。あ、本当、はい、もう一回あるじゃないですか、今年。だから、うん、落ちたのは仕方ないから、なんか次にと思って、逆になんかめちゃくちゃ練習しないとなと思って。あ、逆にやる気みなぎった。クラブで一番得意なクラブとかあるんですか？得意なクラブは9番アイアンです。9番なんかピンにつけられる。ああ、はい、来る時が気持ちいい。100ヤード圏内なら高確率でピンに寄せてくるショットメーカその精度の高いゴルフを武器に、今年3月、推薦枠で出場したレギュラーツアーでは、ベストアマにも輝いた期待の新星だ。合格したら、今あの同級生が戦ってるあのツアーで一緒に戦いたいです。同級生っていうと、誰？西村優菜さんとか、その世代か。藤谷彩香ちゃんとかです。追いつきたいです、早く。追いつける。追いつきます。前回のプロテストでは、滋賀県での二次予選に挑んだ彼女。結果は、わずか1打足りず、普通か。初日、2日目をめちゃくちゃ打っちゃったので、うん、そこがもったいなかったです。バーディー来なかったのもなんですけど、うん、なんか OB したりとか、うん、ちょっとしたミスで流れに乗れなかったって感じです、うん、冷静に自らのゴルフを振り返る峰吉。彼女は一体どんなゴルファーなのか、地元鹿児島でその素顔に迫った。新たな激震女子、皆吉飛鳥。一番の武器はショットの正確性。練習では常にワンピン以内に落とすことを目標にしているという。あのこのしましまみたいになってるじゃないですか、どれぐらいの幅で行きたいって感じですか？ラインを出すっていうのがすごく
で結構いろんなこうピンが振られてるんですけど、そこをこうひたすら狙ってっていう練習はちっちゃい頃からしてました。現在、地元のゴルフ場でキャディーのアルバイトをしながら練習に励む彼女。高校時代から6年間、週6日ペースで働いているというが、実はこれには理由があった。何が起きてるのかも全く理解できなくて。現在、両親と姉と妹の5人家族で、マンションに暮らしている皆吉。みんな静かだね。普段はこんなじゃないんですか。もううるさいですよ。ギャーギャーわーわー。 3LDK の部屋の一つを妹と共有しているのだが、妹は申し訳ないけどこんだけです。すごい少ないんです。一応で、はい、頑張ってもらってますここで。そうなんだ。はい、残りのスペースは何に使うかというと、体が全部左だよ。ショットもだったじゃん。スライスしにくかったでしょ。うん、これは向いてる？いや、うん、向いてる。本に本。本人の体が綺麗に締まってる。木の整体ってでしょ。そうやって器用に右に出そうとしちゃった。耳に出そうとしてない。若干ずれてるんだな。こんな調子で毎日お父さんの指導のもと家でも練習を重ねている。そんな彼女がゴルフを始めたのは10歳の時。きっかけは現在キャディーとして働く鹿児島高牧カントリーで行われたティーポイントレディースだった。家族全員で見る。全員にした方がプロになりたいという意識が出るから見せたかった。もうこの洋服まで覚えてるもんか、これ着てたの。あ、これ、はい、このボーダーの、はい、これ見て出たい出たい、うん、出るぞこれに。そのために練習しよう。目の前で見た北田類の勇姿に憧れ、ツアープロを目指して姉と共に練習に没頭すると、すぐに頭角を現したという。キレがあったかな、スイングするキレがあったのかな。やっぱり慣れてきたらどんどん距離もすぐ、小学校の時に男子と一緒にしてたんで、そのスクールで男子と競技するから、どうしてもその形についていかない。ただその中でもついていけるぐらい飛んでた。小学校だってもうフルバックでずっと回ってたじゃん。え、マジっすか。すごい。そのぐらい飛んだってこと。負けず嫌いね。そこはみんなができるんだったら自分もできるみたいな。そんな性格も相まって、中学生になる頃には九州の大会で優勝するほどの実力に。しかし、高校進学を控えた中3の秋、思わぬ悲劇が彼女を襲った。お姉ちゃんの体育祭を見に行ってる時に、もう電話がかかってきて、苦しいって言って。みなよしの練習に付き添っていた父健太郎さんが、心筋梗塞で倒れ、ドクターヘリで運ばれる事態に。ラウンド終わってから上がって練習場見に行ったら運ばれてて、まさか私のお父さんと思ってなくて行ったので、もうびっくりで、何が起きてるのかもう
全く理解できなくてですね。一命は取り留めたものの、心臓に負担がかかるため仕事は辞めざるを得なくなったという。この先どうしていくんだろうって、どうしていけばいいんだろうってなりましたね、その時は、うん。しかし家族で話し合った結果、美奈代家が出した結論は、家族全員で飛鳥の夢を実現する。健太郎さんは美奈代のサポートに徹し、母奈穂子さんが看護師の仕事で家計を支えることに。同じくプロを目指していた姉夏美さんはその道を諦め、高校卒業後はキャディーとして鹿児島高牧カントリーに就職、うん。長い時間運動できない父に代わって妹のラウンド練習に付き添うようになった。まあ、ゴルフがやっぱり好きだったので、こう見るのもするのが好きだったので、やってみたい気持ちもあったんですけど、ゴルフってお金がかかるじゃないですか。で、2人ずつちょっとやっていくのも両親に負担だったので、素質的に向こうがやっぱりこうずば抜けて上達していったので。美奈代自身も週に1回だけ通学する通信制の高校を進学先に選び、それ以外の時間はアルバイトとゴルフの練習に明け暮れた。家族に負担をかけまいと、高校の学費も学校の支援金とアルバイトの給料で賄ったという。もうダメかもとは思わなかったですね、その時でも。やっぱここまでやってきたし、まあそうやってお父さんが離れても自分で逆にやっていかないといけないってなったので、そこでですね、覚悟はできたかな。でも、まあ、はないですね、うん、どこに活かしていこうっていう。でも彼女がツアープロになることは家族全員の夢、全力で美奈代をサポートしている。とはいえ、クラブやウェア、試合の遠征費などゴルフを続けるには想像以上に資金が必要。コーチやトレーナーをつける余裕はないため、彼女の教科書はもっぱら市販の教則本。家族と共にこれまでほぼ独学でゴルフを学んできた。結構これが大事とかって書いてますね。よく読むとか書いてます。最近はもう全部動画でこう YouTube とか見ながら、あ、このスイングしたらこうなるんだとかいうのを自分で全部見るって感じですね。多分知識をこう誰かが与えてくれたらすぐマスターすると思うんですよね。そういう体の使い方するのは上手だと思うんで、ただ僕たちの今の力じゃここまでが限界かなと。これまで挑戦した2回のプロテストはいずれもわずか数打の差で二次予選落ち。今の美奈代に足りないものとは一体何なのか。ゴルフを始めて11年、ほぼ独学で技術を身につけてきた美奈代。そんな彼女の目下の課題はショートゲーム。やっぱり 2,30 ヤードとかは苦手ですね。うん、はい、何が苦手で。距離感ですね。合わない、縦が合わない。縦合わない、はい。
自分ではその距離感が合わない一番の原因って何だっていうふうに考えてるんですか？多分スイングスピードだと思います。スピードだ、テンポが変わっちゃう。はい、うん、結構速くなりがちですね。どういう時に速くなりがちなの？基本打ち方が上げてたらこの下ろすこの段階が早いので、うん、そこを意識しないとやっぱりすぐこう入ってきちゃうので、うん、それで幅は一緒でもやっぱスピード出ると飛んじゃうので、うん、そこの差が大きい分やっぱり距離にばらつきが出てるんじゃないかなって思います。ショットではないと思うので今こうやっていろんな角度からのアプローチのパーセーブ率を上げると自然とスコアも上がってくると思うんだよね。うん、3日目も6バーディー取ってアプローチでのボギーが4つ、うん、これが課題だと思うんですよね。アプローチで4つも落としてたら6個のバーディーが効かないんで。そうですね。これじゃあ1日1個しかバーディー取れなかったら逆転するんで、オーバーの。この問題を解消するために二次予選後にウェッジを新調。今までヨネックスのアプローチだけだったんですけど、合計タイトリストです。はい、タイトリストの58と54いろんなタイプでモデル別で上のバランスも変えて。こっちの58はこの D とか S とかがあるんですけど、この何が違うの？ソール後ろの形が違って、の丸みがあるのと削り方が違うので、いろんな状況にもよるんですけど、このフェースが入りやすいとか丸い方が、はい、滑りやすいとか、うん、そういうそのコースでの芝に合ったあれがこのまた出てくるので。あ、じゃあこれはこう持っといてコースによって使い分けるっていうこと？使い分けるのいっぱい。今まで1点張りだったんで、今まではもう全部近いのも、まあ、大体30ヤードくらいのも全部58度で打ってたんですけど、今ま54度も入れて、いろいろ転がしだったりとか、そういうスピンを入れないでとか、そういうのができるように3本入れたりして。さらに練習場ではイメージ通りのスピンで狙った位置にキャリーできるよう繰り返し練習している。こっちがいるわけじゃない。で振る感じのこうライン出しみたいなのはいいんですけど、単純で、まあ、止めたりとか距離ここに落とすとかってなるとやっぱり難しいですね、近い方が。結構練習好き？やり方が分かんないから練習で覚えていくしかない。しないと覚えない。だからあと3ヶ月のプロテストまでで詰めて理解していけばもっと。次回、次のテストに向けて再スタートを切った相澤の練習に密着。涙の一次予選不通過から4ヶ月、新たに見つかった課題とは。BS 富士オンデマンド、大人気のお笑い番組、手に汗握るスポーツ、満たせる知的好奇心、 BS 富士の番組が無料で楽しめます。 BS 富士オンデマンドで検索。